こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日はチャットワークで、報告してるんですね。成果報告。これ、ホリデーシーズンで結構ね、頻繁にできてますので、ちょっとこちらのサポートブログの方でもシェアさせていただきます。ちなみに、Facebook のですね、こちらの Amazon 輸出ノウハウ、この、ページの方でもご紹介させていただいてます。チャットワークでね、名前とか出すの嫌だなという方は、こちらの Amazon 輸出ノウハウの方でも、チェックしてみてください。これは会員じゃなくても見れます。ね、11,127ドル。あるいはこの6,668ドルの方はね、何をどうすればよくわからなかった状態から、約3ヶ月でこの7,000ドル弱までいってます。それからね、これ2万ドル目前。ついにオーダー1万ドル乗りましたという報告。これら、嬉しい報告を続々といただいてます。でね、こちらの成果報告の方にも数字だけの出してますけど、まずこれ一番上の事例、32,220ドル。これは去年のホリデーシーズンも経験された方です。ただ、他の方は全員今年が初めてのホリデーシーズンと。いうことでね、取り組んで、1万ドル近いとか、7000ドル超えましたとか、1万ドル突破してね、来年はもう、月10万ドルオーバーにしたいと。全然不可能じゃなくてできると思います。あるいは1万ドル超えました。1万9000ドル、2万ドル目前ですとかね、わけのわかんない状態だけど、いつの間にやらね、7000ドル、来ましたと。わけわからないわ、7000ドル超えたという感じですと。いうようなご報告をいただいてます。私のサポートは、もう一人一人のね、強み、できそうなこと、ちょっと難しいんじゃないかなということを、それぞれ聞いてですね、できそうなことで、効果が長持ち、あるいはね、他の媒体、例えば eBay の独自ショップで売っても、役に立つようなノウハウ、ね、コツ、転売の王道ですね、そういうものを教えてます。ですんで、状況を報告していただいて、それについて私が、差し上げたアドバイス、これを実践してね、で、またその実践してどうだったかを報告していただければ、2、3ヶ月でやっぱ効果が出てくると。どうしても効果の出にくい方は、自分でワンクッション置いてね、いろいろ考えちゃう方、他のね、無料情報とか、他の塾とかね、スクールに浮気をしちゃってる方は、正直、成果は出にくいです。ただ、転売アカデミーのサポート、せっかく受けたんであればですね、もう、3ヶ月だけ言うことを聞いてね、バカになってやってみようということでやっていただければね、このように結果出てますんで、今年、もしホリデーシーズン乗り遅れちゃった方も、ね、今から準備してれば全然来年稼げますし、それと何よりね、別にアマゾンさんのホリデーシーズンじゃなきゃ稼げないというわけじゃないです。さらに、ホリデーシーズンに無在庫販売、自己発送なんかで対応した人はですね、これをホリデーシーズン明けに、返品の嵐でね、アカウントが悪くなって削除されちゃう方、あるいは返品だらけで儲かんないやって言って嫌になってやめちゃう方、出てきますんでね、ライバルはガクッと減ります。そういった意味では、ね、今から始めても全然稼ぎやすい時に商品が入ってるという状態になりますんで、ここで乗り遅れても、諦めずにまた Amazon 輸出続けていただければと思います。そんなわけで今日は成果報告の方をシェアさせていただきました。以上、転売アカデミー堀秀夫でした。